サムネイルに騙されてしまったそこの君、どもいどもい。というわけで、朝日杯フューチュリティステークスのね、明日あるやつ予想をねしていこうかなと思います。まあ、あのサムネもね、まあ、僕だから許してね、はい。というわけで、まあ、朝日杯なんですけど、あのね、2歳戦って、まあ、固く決まるってね、まあ、あの先週言ったと思うんですけど、まあ、今回もね、固く決まるんじゃないかなって思ってます。まあ、やっぱりまだそんなに頭数がね、勝ち上がってる頭数が少ないんで、実力差がね、他の小馬戦よりはあると思うんですよ。だから素直に人気馬をね、信頼していいと思います。はい。という感じで、今回の朝日杯なんですけど、見えちゃったんですよね。今回の朝日杯、勝つのは、ダノンスコーピオンですね。はい。勝つのダノンスコーピオンです。まあ、なんでかっていうと、やっぱりね、最後の足決め手がね、すごい上位かなって思いました。うん。で、まあ、折り合いがどうかってのはあるんですけど、まあ、今回距離短縮されてきてるんで、そこら辺の不安も解消するかなって思います。で、まあね、多頭数経験してないのがどうなんだっていう、まあ、勝ち上がってるのは全部小頭数派だから、それあると思うんですけど、あんまりそれ気にしなくていいかな。2歳戦なんてね、多頭数経験してる馬の方が少ないんだから、それ、荒探しだよっていう風に思っちゃいました。はい。で、他が、ジオグリフとセリフォスね。まあ、これも人気どころであんま面白くないんだけど、まあ、素直に強いから、そんな荒れないんじゃないかなって思いますね。まあ、荒れ始めるのってクラシックに入ってからなんで、これなんでかっていうと、やっぱいろんな路線の組が集結するようになるからね。まあ、でも2歳の G1 って言ったら、いろんな路線って言ってもなんかそんなないから、素直に強い馬を選べばいいのかなというふうに思います。で、まあ、買い目生まれ2点でいいね、これ。うん。ダノンスコーピオンが今4番人気ぐらいで、まあ、これ8倍と13倍ぐらい。今、何時だ ?9 時ぐらい。土曜日の夜9時ぐらいなんだけど。まあ、だから、8倍と13倍ぐらいで、まあ、2点で、まあ、これでいいんじゃないかなというふうに思います。はい。というわけで、まあ、なんか意見ありましたらね、コメントとか待ってます。はい。では。